tome nota la prensa de México. この後、質疑応答に入りたいと思います。質問のある方はですね、私の方から指名、そして手元のスタンドマイクのところに寄っていただいて、必ずあの社名所属とお名前をおっしゃってください。それからこれは日本とメキシコ合同の記者会見になってますから。